ダイエットと体を鍛えるためにライザップを検討していますが、ライザップよりおすすめなジムを知ってますか？ライザップは、これ、僕もね、実は昔言ってたことがあって、ライザップのやってることっていうのは、これ昔僕が通ってた時の情報ですよ。今はどうなってるかわかんないですけど、糖質の制限をするんですよ。要は、炭水化物、糖質を取らないでくださいというダイエット方法ですね。いわゆる糖質制限ダイエットなんですよね。で糖質を制限しながら筋肉をつけて代謝を上げていこうって話なんですけど、確かに、ね、痩せるんですよ。僕も前やった時痩せたんですけど、このね糖質制限ダイエットの致命的な欠点が1個あって、それはもうリバウンドなんですよね。もう絶対的にリバウンドするんですよ。正直もうライザップだけじゃなくて、そのいわゆる糖質制限系のジムに行ってずっと体重維持してる人、僕見たことないですね。見たら逆に教えてほしいです。はい。いたらコメント欄とかで教えてほしいぐらいなんですけど、絶対戻るんですよ。はい。必ずずっと糖質制限してるから、そのフラストレーション、ストレスがずっと溜まるわけじゃないですか。でどっかで爆発してバカ食いして、で今まで糖質をずっと取んなかったから、急に糖質を入れ出すとすごく体って吸収するんですよね。体が飢餓状態じゃないですか。今までなかったものを少しでも多く吸収しないといけないっていう作用でどんどん吸収するんで、すぐ戻っちゃうんですよね。だから僕は意味ないんじゃないかなと思ってます、そっち系のダイエット。はい、それよりもやっぱ今炭水化物をちゃんとある程度食べながら筋肉をつけて痩せていく。はい、で結局基礎代謝もあるけども、基礎代謝とあと実際の運動量ですね。運動した消費カロリーが摂取カロリーより上回っていればやっぱり理論上痩せるんで、そうなんじゃないかなと思ってます。僕今マジダイエットしてます。はい。いろんなねダイエットのを調べたんですよ。それこそこれ麻生先生もやったらしいんですけど、胃の中に風船を入れるっていうダイエット手術があるらしくて、今の医療の今のご時世、なんか手術をしてですね、胃の中にその医療用のバルーンをね、風船を入れるわけですよ。そうすることで食欲が全然湧かなくなるらしい。要は胃の面積が100あるとしたら、その面積を半分をじゃあ風船で埋めちゃえば残り50になるじゃないですか。だから実質的にその強制的に胃の容量面積を狭めるっていうような治療があるらしくて、僕それやろうかなと思ったんですけど、麻生先生に聞いたらどうもねそれはやめた方がいいってことだったんで、まだやってないんですけど、最悪ねそういうちょっと手段を考えてでも痩せないとちょっとしんどいんじゃないかなと思って、ちょっとかなり、危惧してます。はい。はい、美咲さんはダイエットどのようにされましたか？僕がダイエットした方法はですね、まず本当に朝晩にウォーキングしました。筋トレは毎日してます。あとは、これはね賛否両論だと思うし、別に皆さんにお勧め しないんですけど、リベルサスっていう GLP-1 の薬を飲んでます。 GLP-1 って何かっていうと、ちょっとねなんかその YouTuber が案件でやってなんか炎上したりしたんで、僕もあんま言いたくないんですけど配信だから言いますし、これあくまでお勧めはしないですよ。僕はやってるんですけど皆さんにお勧めするわけじゃないんで、そうやって思って聞いてほしいんですけど、なんかね糖尿病の患者さんとかにねよく使われる薬なんですけど、インスリンって言ってね、血糖値を上げるねホルモンがね、ホルモンなのかな、ちょっと僕医療関係者じゃないんでちょっと間違ってたらごめんなさいなんですけど、要は血糖値が上がりにくくなるんですよ。血糖値が上がりにくくなるってどういうことかっていうと、血糖値が高いと、いろんなねその糖分とか、エネルギーを体の中にね吸収しやすくなって太るんですけど、血糖値が低いとねなかなか吸収がされなくて太りにくくなるっていうね効果があるんですよね。でそういう薬をね僕はね、飲んでます。でこの GLP-1 って注射でね僕も打ったことあるんですけど、細い針でお腹にプシュって刺してね薬入れるっていうのが主流だったんですけど、最近は飲み薬のリベルサスっていうのがあって、そのリベルサスっていう飲み薬を飲むと、注射を打たないでもなんかほぼ同じような効果が出るっていうことで、飲んでるんですけど、これを飲むとどうなるかっていうとですね、お腹が空きにくくなるっていうか、なんか食べたくなくなるんですよ。マジで本当に超食欲落ちる。で僕これ、もう自力でねすごい今年の1月ぐらいの動画みんな見てほしいんですけど、めちゃくちゃデブだったんですよ。過去最高にデブで80何キロぐらいあったの、80何キロあったんだろう忘れちゃったけど、82、3キロ、80キロぐらいかな、80キロぐらいあったんですけど、まず自力で75キロぐらいまで落としたんですよ。でそっから落ちなくてどうしようかなと思ってて、この薬に出会ってから1ヶ月で70キロまで落としました。でちょっと今リバウンドして72なんで、もう一回あと2キロ気合いで落とそうと思ってるんですけど、今そういうダイエットをしてます。でデメリットももちろんあって、本当にマジで具合悪くなります。はい、なんか頭が回んなくなるっていうか、例えば LINE の返信とかもすごくなんかしたいんだけど頭が回らなくてできないとか、仕事もねなんか打ち合わせも集中力がなかったりとか、血糖値が低いってことはなんか体のエネルギーが隅々まで多分行き渡ってないと思うんですけど、なんかねこう本当に具合悪いって感じなんですよね日中は。だからいち早く目標体重に達して早くこの薬やめたいんですよ。やめたいマジで。だから別に皆さんにマジおすすめしないし、僕はそういうやり方やってますよって話なんですけど、多分健康的には良くないんじゃないかなって思う。あんまりいいものではないんじゃないかなと思ってます。はい。で僕最近ね新しいまたダイエットを始めて、今まで僕は、過去最高に太っていたのが2021年の1月なんですよ。去年の1月に過去最高で太ってました、それがね80キロでした。80キロでしたね、過去最高のデブでした。で、そこからね去年ダイエットしようっていうことでダイエットをしてですね、去年の、ホスト前だから10月ぐらいにはですね11月ぐらいには70キロつまり10キロをですねダイエットすることができました。1年間で10キロなんでですねちょっとちんたらしすぎなんですけども、僕の中で一生懸命頑張ってダイエットしてました。どうやったかっていうとですね、GLP-1 っていうね飲むね薬を飲んで食欲を落とすってことをやってたんですけど、それでね順調に痩せたんですが12月にまた太って75キロぐらいまで戻ってしまいました。やっぱね忘年会とかねたくさんあったんでですね、お酒飲んだりねご飯食べまくってね太って、ただねいつもだったらねそんな食欲湧かないはずなんですけど、全然ね食欲しか湧かないんですよ。でなんでだろうなと思ったら、やっぱり薬っていうのは耐性があるんで、その GLP-1 があんまりもう効かなくなってるんですよね。効かなくなってしまったんですよ。効かなくなってしまう、要は耐性で慣れちゃったんですよ体が。それでやばいなと思って、どうしようっていうことで、すごい悩んだ結果、最近ですねある漢方に出会ったんですよ。それがね名前のうち難しいんだよね。韓国のやつなんだけどチェビトってやつなんですよ。チェビトっていうね漢方にたまたまね、インスタグラムでその、チェビトの、ね、人からね DM をもらって、試しに使ってくれと。でよかったら、宣伝してくださいみたいな感じだったんですけど、どうせよくある漢方かなみたいな感じでとりあえず使ってみたんですよ。そしたらですね最近使って実はまだ3日4日目なんですけど、結構これ意味あるっぽいんだよね。結構効きますね。はい。で、わかんないです。僕はそのチェビトンの回し物でも何でもないんですけど、今僕はそれを飲んでダイエットしてますよっていうことと、僕がね、体をね、使って痩せるかどうかをね、人体実験してですね、また皆さんに教えたいと思うんですけど、とりあえず、この3日間で、1.5 キロぐらい落ちました。はい。なんかすごいです。1.5 キロぐらい落ちて、ご飯を食べて30分前にその薬を飲めば、食欲が湧かなくなるし、そして僕体感で分かるんですけどむくみが取れるんですよね。次の日朝起きた時にすげえむくみが取れてる気がして、なんでどういう効果か分かんないし、僕医療関係者でもないんで回してもらうものでもなんでもないんですけど、チェビトはねいいんじゃないかっていうところなんで、また配信で、皆さんに、人体実験の結果をですねお伝えしたいと思いますので、皆さんダイエット頑張りましょう一緒に。はい。続いて最近の現代医療においては幹細胞とかもうなんかちょっと入れるの大変だし金かかるから、もうエクソソーム直で入れればよくねみたいになって、エクソソームを直で入れれるようになりました。それをやってから超元気で、もうね毎日ねなんか朝まで酒飲めてしまってですねやばいんですよ。なのでこれはまずいということでダイエットをしないといけないって今度なるんですね。僕ねダイエットしないといけない。でもダイエットはもう僕も普通のダイエットじゃもうダメなんで、やっぱり成功者らしく誰もやったことないようなダイエットをねやらないといけないんじゃないかなと思って、あるものを今日から体に入れました。はい。見せましょう。見せていい？ちょっと待って、鼻水止まんない。見せていいですか？いいっすか？見たいっすか？僕の体に入れてるもの見たい。はい、見せましょう。どうぞ。じゃじゃん。うわ、見て見れる？あ、こうか、こう、あれ、こうか、こうだ。見てこれ、これはね何かっていうとですね、これは何かって言いますと、針を刺して僕の体にくっついてるんです。これは何の作用があるんだっていうことを今から説明すると、このですね機械を使って見えるかな、はい、いわゆるね血糖値をね測ることができるんですよ、これで。血糖値でね、今ちょっとやってみますか。こうやって自分のなんかこのボタンにピッて押すと、あ、ちょっと待って、エラーで止めていきます。ピッて。そうすると、ああ、いいね。こういうふうに血糖値が出るわけです。で、なんでこんなふうに血糖値をね、わざわざ測るかっていうと、ですよ。血糖値が上がるっていうことはご飯を食べたりしたらね上がるんですよ。体内に、ご飯とかを食べると、ブドウ糖が、血液とかに放出されます。で血液とかにブドウ糖がたまる、それの割合がまあ血糖値なんですけど、体内の血糖が高くなると、血液がドロドロになるので、ブドウ糖がいっぱい出てまずいなってことになってですね、インスリンっていうのが出るんですよ、体から。でこのインスリンがくせ者で、インスリンがいっぱい出てしまうと、インスリンの作用として脂肪をね体内に溜め込む作用があるんですよ。だから太るんですよ。よく血糖値が高いと太るよねとか言うじゃないですか。あれっていうのはインスリンが血糖値を下げようとして出まくるから太りやすくなるんですよ。なので、これ僕はなんでこれを入れてるかっていうと、僕自身が何を食べたら血糖値が上がるか、何だったらあんまり上がりにくいか、もちろん個人差があるんでですね、例えばじゃあご飯を食べたらすごい上がりやすい人もいるし、パンを食べたら上がりやすい人もいる。でね、僕は一体何を食べたら血糖値が上がるんだろうなってことを調べようと思って導入しました。はい、だからね、僕がねなんかさっきアイス食べたんですよ、実は。アイス食べて血糖値測ってみたら、血糖値普段だいたい100とかなんですけど200って思う。それを見て、あ、アイス食べたら、まあ、当たり前だけど僕の体は血糖値上がるんだなってことが分かりますと。はい、まあ、当たり前なんですけどね。はい、ということで自分に合った食材とかを、調べるために調査の一環としてこの機械を導入したんですよ。はい、やっぱこういうことをしていって、もう今の先進的な科学の力を使って、あの手この手でやっぱり痩せたり美しくならないとダメなんじゃないかなってことでですね、僕はやってます。はい、当たり前やな、確かに当たり前のことがわからんかったんや、すまん、当たり前のことがわからんかった。ダイエットの方法のおすすめありますか？ GLP-1 ダイエットや他にいい方法あったら教えてください。GLP-1 ダイエットっていうのがあって、 GLP-1 っていうね、注射打ったりとか、飲んだりする薬もあるんですけど、それで、痩せる人もいます。僕もそれをやってました。ただ、デメリットがあって、めちゃくちゃ具合悪くなるんですよ。なんで今僕やってるのは、いろんな本をね、最近、読み漁って、糖質をカットした方がいいってことなんで、1日に糖質を 60g 以下しか取らない。そういうダイエットをこれからやろうかなと思って最近やってます。